今私たちは新高校舎から立ち去ります。まだ見ぬ見え方を見るために、かつて見ていた見えぬものを見るために、この校舎から、大陸から、私たちは離れます。大きく舵を切り、ぐるりと回転しながらも、今いたところが小さく見えるほど、遠くへと旅立とうとしています。起こっている日々の出来事は、発信されうる形を持って溢れ続けています。私たちはその形を変形させ、つなげ合い、断ち切り、またつなぎ直すのです。あらゆる想像力を持ち寄り、新たな驚きを実現させようとする、その脅威を前に、理解の枠組みはひとたび無効となることでしょう。知識や経験さえこれまでと同じ意味を持ち得ぬこともあるでしょう。想像された未来ではなく、起こらないはずの現在としてそこに現れるのです。私たちの後悔に終わりはない。荒涼とした大地合間見れ、大陸を分け入り、豊穣なる地肌をうならせつつ、潮風をかき分けながら、果てのさらなる果てへ流れ込み、大海の水平線たる幕府のしぶきを浴びるのです。見えない彼方をこの身で受け止め、そしてと垣間見えてくるビジョンを前にするとき、未だ知ることない私自身にも触れることになるでしょう。今旅立ちのとき、遠く離れゆく新高校舎は闇夜にさんさんと輝く内なる灯台です。出航の時間、またメディアプラクティスで。